勝国寺は東京都世田谷区にある新義新言州の寺院。所在地が世田谷城の裏鬼門に位置しており、鬼門除けのために薬師如来を安置して祀ったのが起こりとされる。旧御朱印寺。玉川八十八箇所令状十八番札所。勝国寺は元丸、香山薬師院と称し、その後はお、達山勝国寺と名を改めた。 新義新言宗と与山派に属し、法泉寺の末寺であたごしも新福寺の支配下の寺院であった。勝国寺は空襲などの被害を受けたために、創建の時期や事情を伝える古文書類がほとんど残っていない。新編武蔵風土機構巻の48エバラ軍の銃によれば、解散破傷ならず、総伝不当寺派キラヨシコウの祈願書なりと、案にキラ系図を見るに、 儀皇と偶人を載せず、儀、不べしと記述されていた。このような前景書の記述や出録時期不詳の、勝国自家古長への書き入れ、自伝、伝承の類のみの形で伝えられていて、不明確である。勝国自家古長への書き入れによれば、その期限は、少なくとも1554年までは遡り、平氏五代目、当島正田,田が回帰とされる。 寺院の建立には三年の年月を要し、実道の妊婦は延べ2360人という記録が残る。当時の本尊は、薬師如来で、きらけ代々の祈願書となった。勝国寺の所在地は、世田谷城の東北、浦木門にあたる地であった。この地は、四田家国村の元宿の一角で西と北が高い崖になっているため、世田谷城の防衛となる。 他の寺社より防衛しやすいという地の利があり、取り出として防衛の拠点であったと推定される。勝国寺は、小本寺として、遠光院、遠城院、密造院、前世寺、多門寺、泉龍寺の六寺院を持っていた。現在の狛江市にある泉龍寺を除く五寺院はいずれも現在の世田谷区内にあって、勝国寺と共にそれぞれ世田谷城を取り巻く。 取り出としての役割を果たしていたものと推定される。平氏の勢力が衰えた後、1591年11月に徳川家康は12国を寄進し、後に徳川家光も12国を寄進した。徳川家綱以降の歴代将軍も前例に倣って同様に主因状を与えている。勝国寺は江戸時代に1回、昭和期に1回火災にあっている。 1793年10月には本堂と栗が消失したが、翌年本堂を再建し、1803年には栗も再建した。1945年に空襲の被害にあって本堂や栗などの道具を消失した。終戦後に消失を免れた薬師如来像の体内から、1592年9月付の古文書が発見された。この文書には、 当時の信仰、徳川家康による治療の寄進などが記録されていて、歴史上重要な資料と評価された。なお、勝国寺の前にある旧坂は、勝国寺坂の通称で呼ばれている。勝国寺の道具は1945年の空襲によってほとんど消失し、門と白山道のみが残った。表門を入ると正面に本堂、その東に栗があって、表門左手前に、 白山道、左奥に薬師堂がある。表門は文久源氏頃の幕末期のものと推定されている。白山道も1864年に第23世住職坂江殿が建立したものという。表門と白山道は1979年4月から1982年3月の4カ年にわたって行われた。 社事調査の古建築調査対象となった。本堂の奥に墓地があり、吉田松陰と信仰があった維新の志士である、土屋商会の墓がある。ありがとうございます。